どうも皆さんこんにちは、ピヨツキチャンネルウェブ主のピヨタです。さあ今回もスプラトゥーン2、スプラトゥーン3のヒーローモード第2回をやっていきたいと思います。ね、3と2取り違いだ。で、軽くね、前回いじったんですけれども、この小ジャケ、こうウェーってやって飛んでけーって投げるやつですけれども、これなんか次第にこう構えると飛んでくるのと、もう一つ構えなくても、なんかカモンってやったら飛んできたんですよ。カモンってやるとヒューンって飛んできて。はい、そんなことが分かりました。実戦で使えるかは不明です。ということで、ナンバー2、ステージ2ですね。疑惑、インクの沼の中央に怪しい光を見た。なんで毎回毎回オカルトチックなんだろうね。とりあえず行ってみましょう。夜間にゴー。オカルトチックなのがね、なんだろう、昔のテレビ感。オカルトっていうか昔のテレビ感みたいな。まあイカちゃん自体はオカルト的な存在ではないんだけどね。だから人間が絶望した、絶滅した後のなんか世界で、その世界ではなんかイカが人の形を取り始めたみたいな話じゃなかったっけ元。おー、立体的なステージになってる。ヘッダールで潜るとインクの中を泳げるぞーいぞーいゾイゾイ。お、あー、チュートリアル的なもんか、泳ぎ方の。ウェイ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 。あ、ちょ、ここふい、なんかサーカス団に入れられちゃった気分だよね。なんかサーカス団にダッシュ板、ダッシュ板があるぞ。上に乗ればバビューンじゃ、バビューン。言葉がちょっと弱い。バビューン。まあいいんだけど、なんか、関係のない位置っていうか、こういう位置にもあるんだね。バビューンが。ジャンプダーイ。おー。イカ登りとか、こういうのも使っておきたいところなんだけどね。まだ敵がいないから使うっていうのにも、何にも、イカリングで合ってるんだよね、これ。イカリングだよね。チェックポイント。オッケー。登りまーす。まーす。イエーイと。おー、楽しいね。やっぱこういうダッシュ版あると楽しいよね。あー、下手くそ。調子に乗りました。これからも調子に乗ります。さあ、飛びます。飛びます。飛んで、なくない。ここは塗っておいた方が確実ですね。飛びまーす。おー。楽しい。おー、なんか結構平行に行ってんね。おー、急に出てくるパターンもあるんだ。ほー。いやー、楽しい。あれ？なんかここさっきも来なかった？あれ？上か。あー、普通にあるわ。イカのぼーりー、ヒュー。あーいた。びっくりした。なんで？一応これを守るためとしていたのか。よいしょっと。はい、ということで、疑惑、インクの沼の中央に怪しい光を見た。いや、まあ、怪しい光って電池ナマズかよ。お前のことかよ。言うまでもなんでもねえ。サンゴよ、グッドジョブと。しかしタコのやつの見た目が変わっておったの。まあ、もっとこう、つるっとしておったはずじゃが、つるっといけたか。イメチェンというやつじゃろうか。そうなんじゃない？イカの方にもブームがあるんだよ。イカじゃん、タコの方でもブームがあるんだよ。まあ、どんなタコが相手でも最新式のスーツがあれば問題なかろう。まあ、何何？近くの敵などをマーキングする高性能センサーをはじめ、ハイテクな機能がてんこ盛りです。じゃ。自分はスーツの性能全く分かってないじゃん。それどう見ても説明書見てるでしょ。装備の性能を正しく理解。戦場の鉄則、お前は装備の性能を今理解していたか。さあ、ということでクリアー。おー、美味しい。いくらだけど。で、コアをぶっ潰すのは、よいしょい。300。さあ、飛んでけ。これの状態で触れたら、飲まれるんだ。ケバインク。あ、そっか。全身が黒くっていうか、なんかこう変色したら大丈夫だけど、
まだケバケバしてる状態だと確認と、これは200か、ほい。でこれでこうなると触れても大丈夫。あーダメかあれなんか前回触っても大丈夫だった気するんだけどな。タイミングっていうもんがあるのか。まあいいや、なんか知らないところでデスしまくってる。さあ回帰、閉ざされたドアにを発見。何それ。さあ行ってみましょう。閉ざされたドアに何かを発見しましたっていう。おーおーおお、箱が多いぜ。イエーイイエーイ。まあとりあえず箱は潰します。イエーイ。ドア、これドアなの。違うでしょ。あ、なんかちょっとここら辺見るとありますね。なんか切りこうなんかうまく噛み合ってるドアっていうか箱だけどね。あったし、これはこじゃけでいける。回収。あ、違うわ、別の意味で光ってる。さすがにそんな横着はできないのか。よいしょと、試しに撃ってみ。えい、インクレール。ドアじゃねー。離すと落ちる。ぴょーんぴょーん。まあ前回の2にもありましたね、これは。ケイ、チェックポイント。さあ、うわー巨大なドアだ。もうドアって認識でいこう。やばい、あれ開いちゃったらさ壁登れなくなってね。あれで取るしかない。よいしょ、ポコポコポコ。ヘイ、カモン、ゴー。インクレール、あ、これ違う。どこかに元のインクレールが、あ、あれか。よいしょ、レッツゴー。タコプター、こっち見るんじゃない。オッケー。あ、他にもいた今。カバって意外とこう見ると射程あるよな。まあ普段使っているものと比べたらっていう感じ。さあとりあえず鍵見つけて、これってなんか隠し要素的なものってあるんですかね。よいしょ、とりあえず全部を回っていこう。よいこらよいこら。わあすごいインクレールが。何これ。あ、こんなとこにあるじゃん。あ、いくらかーい。あ、ナマズいた。ナマズ、あんなところにいたか、あなた。こじゃけい。そうか、爆弾じゃないから。何やってんの？カモン、戻ってこーい。よく狙って。ファイヤー。ナイスー。なんかボムじゃないっていうのは新鮮ですね。なんでさ、これいつまでやってんだ、おーい。まあいいや、楽しそうだから。よいしょ、はい、鍵ゲット。あ、小鮭どっか行った。あ、戻ってきた。あれ、ちょっともうちょいやりたいな、はい、よいしょ、ほい。あー光ってる、持ってこい。ほい。なんか箱があると全部開けたくなる主義。はい。あー、もう一個かな。ほいっと。これでアイテム出てきたら、あ、もう一個あるわ。これでアイテム出てきたらちょっと悲しいけどな。ない、もう。あ、なんかある、中央にあるじゃん。当たった。なんか出たな、なんか出たな。なんか何かの姿を確認するのはインクレールで見ましょうか。鍵じゃねえか、あれ。
鍵じゃん。え、どうやって取んの。壁塗れないよね。じゃあ一回の、あ、ピンクレールあるわ、あんなところに。つまりはどこからかつなげるのか。ここのやつを解放すると中にもあるの。何その二重セキュリティ。どうすんだろう。とりあえずあのインクレールがどこから来てるか見ましょうか。はいはいはい、ここ来て曲がって、よいしょ、上だ、あっこだ、あった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 あったった。ややこしいことしてくれやがって、絶対見逃しただけ。こんなところにあったのか。よいしょよいしょ、オッケー。でどうやっていくんだこれ。インクレールからインクレールに飛び移れる。ここからかな。と、オッケー、いけた。いやー、ちょっと頭使ったな。オッケー、普通の人だったらこんなに頭使わないんじゃないかな。ただただややこしい動きをしてるだけな気もする。さあということで今回はクリアだー、イエイ。あー、閉ざされたとは、セキュリティ硬かった。ステージ3だぞ。明らかにステージ3の、さあ、あの、苦労の仕方じゃない。にしても、この、ここのタコは不気味じゃわい。毛は分厚いのに、魂はペラペラ。何？コピータコトルーパーみたいな。わしらだけでは、ちょっとばかし心もとないの。よし、通信機で助けを求めるぞい。レディチェック、レディチェック、こちら当たり目どうぞ。こちら2号。あ、2号って、おじいちゃんじゃん。また買って。一応ね、やってないからね。あの、僕、ここら辺の関係は知らないんですよね。1号、おじいちゃん、ほっつき歩いてるボーイ。いけ、2号、じいちゃん、確保すよ。ラジャー、了解、一回よろしく。いやー、なんか、いかよろしくがあったらさ、塗りたくるテンタクルも欲しいよね。出てくるのかな？切れてしまった。いや、あの、当たり目さん確保部隊が動き出しただけじゃね？これ。もう1号も2号もせっかちでいかんな。つさ、つさ。ぎ、おと、びつ、だぞ。まあ、当たり目見つけたぞってことだろうね。うわー、怖っ、怪奇現象じゃん。うん、どうも無線の調子が悪いようじゃの、おい。そこは危機が持てよ。まあ、やが、気を取り直したレッツラゴーじゃ。みんなのポケモンゲットじゃぞ。この動画はノリと勢いで話をしております。これは上に戻れるインクレール。ね、もうノリと勢いだよ、全部。スプラトゥーンの詳しい知識とか特にないもんね。あー、これ怖っ。イライラ棒じゃん。よいしょっと。飛んでいけー、ヘイ。よいしょ。はっ、消えた。さあ、ということで、意外と、なんか、いくら余ってるけどね。それでもステージ4だ。うわー、敵の姿になってる。ちょっと怖いな、これ。地元住民も恐怖する謎の危険生物とは。それは別に怪奇現象ではねえだ。ただの危険生物の話だね。ワニガメとかそういう感じ。そう、ということで、なんかもう最初のこのさ、出方が昭和テレビなんだよな。うわー、いるじゃん。そこで寄った、しっかり狙って撃つべし撃つべし。これで高回避の練習したいよね。煽り行為みたいになってんな。とりあえず倒しに行きましょう。はーい、わかりました。壁に隠れて撃つんですね。わー、上がってるわ。あ、
ボムの感じで撃ったけど普通にいけるもんなんだな。スペシャルゲージが溜まったジョイ、スーパーチャージ。なるほどね。あー、そこで撃ちたいよね。めちゃくちゃ適した地形あるじゃん。カゴメカゴメ、カゴの中の鳥はいついつ出会う、後ろの正面だあれ、その真ん中にはおーれっと。小ジャケで注意そらすの忘れた。楽しい、今のめちゃくちゃ綺麗に決まったな。よし、チェックポイント。まだいる？嫌な気配じゃ、気をつけるんじゃぞ。じゃあ偵察部隊小ジャケレッツラゴー。小ジャケは別に反応し、あーアーマーがあるぜ。別に小ジャケには反応しないんだけど、ポコッと出てくるってことだよね。取りましょう。までいたか、これ止まってただけか。やはりタコがおったか。はい、隠れてますね。壁越しでもさ、あれがわかるのいいよね。よいしょ、ほい。壁越しでも敵の位置わかるの。ちょっとだけ黄色のマーカーで出るからさ。いやー、まあまたしても柱が生えてきたわ。そもそも柱が生えるっていう状態に慣れすぎじゃない、おじちゃんよ。柱は普通生えんぜい。あ、なんかいるわ、タコ。ググ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 グ、イカのぼり届かない。なあ、じゃあ先にプレゼント4を鮭。やられた。やられた。なるほど、あの状態おとりになる状態なのか。やられたよね、絶対あれ。ひでえ、鬼畜の所業だ今の。やられたって言った後にもう一度投げたぞこいつ。なあ、お前は俺が守るぜ。もう二度ほどやられてるの見たけど。よし、ということでクリアですね。なるほどね、やっとわかった。敵の注意をそらすってそういう意味なんだね。無意味に光ってると思ってごめんなさいね。よし、クリアです。結構ステージはサクサク進めますね。よし、まあ1個のステージも今のところ3分、まあさっきの第3ステージ目ぐらいは結構時間経ちましたけど、うん、見事じゃ3号。さて、夜間はあらかた見て回ったはずだが、他に怪しい場所はないかの？もうボス？え、もうボス？さすがに早くない？うわ、線だ。せーい！なんかマリオが溶岩に浸かった時みたいな感じがしたな、今。ここから届く？はい！ああ。さて、ちゃんと正規の距離からやりましょう。おお、すげえ。うわ、ボスエリアじゃん、もうこれ。ほぼ。ボスだよね。これでボスじゃなかったらちょっと。なんじゃ?おーおーおお、なんか飛んでる。なんかメカメカしい。そこは綺麗に着地しないんだな。当たり目。見つけたぞ。最近しもべたちが失踪しているのは貴様が原因か。ねね、お主は DJ タコワサ将軍。 DJ、 いや、まあ前作でもラスボスいた、だったっけお前。ここであったが107年目、オーデンジナマズは返してもらうぞ。長生きだなお前ら。タコとイカだろ一応。キャツはタコ軍団のボスじゃ、とっちめてやばい。何を言ってるのか。わからないが。わさびだ。タコは定まるね。わらげ戦うのは定め。タコツボキン局地出演しよう。普通にここからバトル始まるの。
俺らが戦うのは定め、イエーイ。うわ、ボス戦だ。パンチが効る。うわ、なに、びっくりした。ロボットパンチみたいな動きしてるな。なんかちょっとマスターハンド味があるよね。どうすんの、パンチなどインクで、あー、なるほどね。わーい、パンチ飛ばさなければこいつ負けることねえのな。生えるんだ、技術力すごいな。箱技将軍の科学力は世界一。いあれ、どこ行った、あいつ。あ、いた。あー、普通に超えるんか、踏み潰してくるかと思ったのに。ドリルパンチじゃひとまず避けられたし。すごい弾き返されたかったしたけど、わーわー、あ、こ、普通のパンチは打ってる間に返せと、ドリルパンチは埋まってる間にやれと。あー、こうしてとっちめていかないといけないのか。3回やる ?1 回でいい。最終機能じゃん。わあ、掃除機のノズルのアタッチメントみたいのが出てきた。インク全部取れたな。取られてる。あー、まい、あ、なるほど、そういう機能か。くそ、シャケ、ヒー、ヤオ、かっけえな。でも吸引厄介なの。シャケゴー。ひでえ扱いされてんな、ほんと。お前さ、なんかあの当たり前と主人公にお前仲間だと思われてねえぞ、小ジャケ。すごい献身的に尽くしてくれてるけどさ。戻ってこい。ひでえ役割されてるよな、これ。仲間を何だと思ってんだ。戻ってこい。余計なものつもらせるな。余計なものって言うなよ。ちゃんとした生きてる命だぞ。ほらほら、ほらほら、ほらよ。ひでえ。こう笑ってたら。いい座れっぷりじゃ、小鮭にはすまんがって。ね。これはね、いわゆるコラテラルダメージってやつだよ。勝利のための致し方ない犠牲ってやつ。あー、ひでえもんだな。まいよ。あー、悲しいの。小鮭、小鮭、小鮭がまだ挟まってる。いつまで挟まってんだ、小鮭。ビビ、もう怒ったぞ、怒った子。フィア、ファイア、しゃあ、あやつやる気がみなぎっとる。油断するでないぞ。わあ、わあ、衝撃波。飛んでけ、小鮭。ああ、なんだかな、完全にさ、なんかもう扱いが手のいいものなんだよな。そこら辺に落ちてたさ、最悪、最悪主人公が背負ってる、後ろに背負ってるさ、このタンクとかをさ入れるだけでもいいはずなのにだよ。なのにさ、わざわざさ、あの危険なところに生き物を放り投げるという、この主人公の当たり目さん。でも技術力すごいよな。僕もやりたい、あれ。もうマシーンに乗ってさ、ピョーンってやってみたい。はいっと、よいしょ。いやー、楽しいな。おお、行ってこーい。あー、あっ、あー、そうか、小鮭詰まらせる回だな、この回は。グー、はい、オッケー。タコワサが落ちた、蹴りをつけるんじゃ。ねえねえ、今どんな気持ち。よいしょ、ひでえ。いや、ある意味一番ダメージでかいのは小鮭なんだよな、タコワサさんじゃなくて。
タコワサ将軍バンバー、立派なゆでだこになるんじゃよ。意外としぶといな。つかでかっ、なんと強い装備だ。オーデンチナマズを持ってる割に弱いな。タコはさ、もう録したんか。もうお前ら普通友達だろ。これ窮地の中すぎないか。オーデンチナマズなんて知らないぞ。え、そうなのか。あ、そうなの。じゃあ部下を勝手に使われてる将軍なだけなんだ。いや、しかしの、ほんじゃ一体誰が。ぬぬ、ケバインクが。なんじゃなんじゃ。おーおーおお、サンゴー助けてくれー。おーおー、あ、専用の装備とかが全部吹っ飛んでった。え、つまりはこれは、え、お前敵方サイドなの。え、スリミ連合、だいたいこういう演出されるときって敵側じゃない気がするんだけどな。もうなんかもう、いや、敵っぽく見えるから。任天堂プレゼンツ。そもそも一番謎なのはこの小ジャケなんだよな。ちなみにちょっと音割れしたかも。基本的に声高い人だからさ、あのマイクの音の上限超えるんだよね。スプロトゥー3。すごい。オープンワールドがこれから始まる。さあ、A を押さないといけないの分かんなかった。おお、すげえ。戻れんのこれ、上の世界に。すごいなあ。なんか、さっきと違って、すごい近代的だし。水だ。あ、生きてた。そっか。そっか、小鮭自体は、鮭とかのサーモンランの時から、水の中から出てきたもんな、お前。おーい。おーい。おーい。あ？なんかいるな。あ！サンゴー、サンゴーって呼んでるけど、真ん中にいるお前はサンゴーじゃないのか。よかった、無事みたいだねーと。君がじいちゃんに任命されたサンゴーと小ジャケちゃんね。確かにいい目してる。真ん中のやつのやべえ目感すごいんだけど。私はニューカラストンビ部隊の1号。ほんちゃー2号でーすと。そしてこちらが司令です。チャラい。イエーイって。すげえな。でもなんか、何も喋んない分なんかクールに見えるな。私たちがニューカラストンビ部隊。ちゃんとイカよろしくの手してるわ。あの、指令も。でもちょっとなんかクロスしてるけど。あ、どうやらおじいちゃん落ちた時にはぐれちゃったみたい。へえ、まあ、助けてくれって言いながら何かに巻き取られてましたしね。ケバおじいちゃんになっちゃった。ここは見た感じすごい広いし、ケバインクがケバリ散らかしてるみたいなんよ。でも、サンゴたちなら突破できるはず。人任せするかい。お、お、人任せにするかい。お願い、じいちゃんを探すのに協力して。うん、まあ協力はしますよ。指令？喋れ。なんかスプラトゥーンのさ、3ってこういう無言空間長いよね。黙ってるってことはイエスってことやんね。そうだね、おじいちゃんと同じ血引いてそうな感じ。てか、まあ似た人種なのがよくわかるぜ。さすが。じゃあイカよろしく。いいな。司令のあの、ちょっとしたひょこって動きと、喋んないけど面白いね。分かったこと共有しとくね。クレーターの上に広がっているこの空間はオルタナ、オルタナ、オルタナティブ？で、オルタナにはサイトって呼ばれる島が全部で6つあるみたい。はぁ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 。あと、中央に謎のロケットがあるね。すごくでかい。すごく、大きいです。でさ、おじいちゃんに持たせといた発信機っぽい強い反応が3つもあるんよ。なんで？そもそもおじいちゃんに持たせ、発信機持たせてたっていうことなのにさ、
なんで発信機と似たようなやつを、なんかドラゴンボールレーダーに偽物のレーダー映ってるみたいな、ドラゴンボールが映ってるみたいな、そういう感じになってるからね。もうちょいレーダーの性能上げればいけると思うんだけどな。行ったことある場所は勝手に記録されるし、近くに何かあったら光るかんね。ほう、お宝とかあるかな。いちご探すのはおじいちゃん。まあおじいちゃんもね、みんなの宝ということで。3号のイクラが全部なくなってる。落ちた時にばらまいちゃったの。イクラ丼にしようと思ったのに。ああ、ヒーローの装備も壊れちゃってる。じゃあ私は今一般人。イクラまた集めるとして装備は、一から強化する気はないか。ちょっとややこしいけど説明するわ。まずはイコニウムを使って強化したい装備のロックを解除してね。それから強化ポイント使えば装備はパワーアップできるんよ。オルタナにもイリコニウムがありそうじゃない。いろんなとこ探してみようぜと。強化ポイントはインクを塗ったり何かを見つけたりして経験を積むとで、実績みたいなもんか。これインクを塗るのか。おじいちゃんらしきの隣のサイトにあるね。トリマそっち目指す感じでよろー。オッケー。塩辛キャンプだ。濡れる濡れちゃうんだ。ああ、ちゃんと反応する。えい。どうも。どうも、私たち新しい3号でーす。あ、ニューカラストンビ部隊も賑やかになったと司令は言っとるよ。喋んないんだね、根本的にやっぱり。え、思い出す。思い出した。って感じ。バカと煙は高いところが好きだから高いところへ登りたいんだけどな。ヘリポート？え、これヘリポート？違う？これ。いやー、あ、雪が染まってく。ここだけ染まるんだ。徹底してるな。まあいいや、とりあえず時間もいい感じなんで今回はここまでといたしましょう。30分近くやってるよね。あ、溜まっちゃったよ。本当にこうやってると溜まるんだね。じゃあ無駄に塗り広げたくなるね。はい、ということで今回ここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。